アマレスニュース。本日はレスリングパリオリンピックの結果速報をお伝えします。女子 53kg 級藤波朱理選手、金メダル獲得しました。おめでとうございます。第1ピリオド、藤波選手の素早いタックルが決まり、バックを取って2ポイント獲得。再び片足タックルからバックを取って2ポイント獲得し4対0。その後もう一度バックを取って2ポイント獲得し、第1ピリオド6対0で終了します。そして第2ピリオドに入って藤波選手、相手の足を取ってそのままアンクルホールドを決め2ポイント獲得。そしてその後相手のタックルをしっかり切ってバックを取って2ポイント獲得し、ここで10対0、テクニカルスペリオリティで見事藤波選手勝利し、金メダル獲得となりました。公式戦137連勝に伸ばし、オリンピックでも全試合圧倒的な強さを見せつけました。試合後にはオリジナルのパフォーマンスも見せ、今後のメディアでの活躍にもご注目です。